ベトナム戦争期に製造された P-38 缶切り P-38 はアメリカ軍が野戦糧食の付属品として支給していた缶切りである。第二次世界大戦中の1942年に開発され1980年代まで使用されていた。当初は K レーションと共に支給されていたが、後には C レーションにも付属した。なお、 2013年時点でも製造は続いており、世界中で販売されている。P-51 缶切りと P-38 缶切り P-38 缶切りは非常に小型かつ安価な缶切りで、全長は3 8ト、mm、ル程度である。刃は折りたため式になっていて、起こした時の角度は95度である。蝶の部分には、 管の円に引っ掛けるための切り欠き機がある。ハンドル部にはキーチェーンや認識表のチェーンなどに通すための穴が開けられている。後に P-38 缶切りよりも少し大きめのハンドル部を備える P-51 缶切りも開発された。1980年代にシーレーションが袋詰めの MRE に更新された際、P-38 缶切りは現役を退いた。 しかし、P-51 缶ギリは、トレーレーションとして知られる、缶詰式の野戦量食の付属品として、現在でも支給され、アメリカの高機関による災害救助及び復旧支援などの折り、缶詰と共に配布されることもある。P-38 缶ギリは、JW スピーカー社、ウォッシュバーン社などが、缶球生産を担当しており、後には、マーリンハードウェア社も加わった。 アメリカ軍における正式名称は US Army Pocket CAN Opener または Opener CAN Hand Folding Type I であり P-38 という通称の由来は不明である改良型の P-51 管切りとともに P-38 ライトニング戦闘機及び P-51 マスタング戦闘機に由来するという説がある あるいは全長が 38mm であることから取られたという説もあるが、アメリカではメートル法が使用されていないために疑わしいと申されている。アメリカ陸軍の資料では P-38 缶切りを使用してシーレーションの缶を開封しようとした場合、38回だけ穴を開ける必要があったことに由来するとも説明されている。また、アメリカ海兵隊では、 ジョン・ウェインの愛称で呼ばれた。この愛称の由来も定かではなく、P-38 缶切りの頑丈さと信頼性に基づくという説、訓練用映画で、ウェインがこの缶切りを使って、ケーレーションを開くシーンがあったという説など諸説ある。大きさによって区別されており、小さな方を P-38 大きな方をジョン・ウェインと呼び、ウェインは、 上記の訓練用映画でナレーションをしていると紹介する書籍もある。オーストラリア国防軍のフレットカ缶切り、P-38 缶切りにスプーンや栓抜きの機能を追加したフレット缶切りがオーストラリア国防軍及びニュージーランド陸軍で現在でも使用されている。フレットとは本来野戦量食用食器を意味する略語だが、俗語として クソバかげた食器の略語とも語られる。イギリス陸軍の24時間分量食セットである汎用作戦レーションパックやコンポと通称される14人分混成量食セットにも類似の缶切りが付属する。これは WPO レンエンジニアリング社が製造を担当している。スウェーデン陸軍でも類似の缶切りが採用された。これは M7481 から021000小型缶切りという名称で黄金缶と通称される両色セットに付属する。1924年のポピュラーメカニック誌では組用とは言及されていないものの類似の形状の製品がすでに紹介されている。ポーランドでは古くから類似の形状で固定人の缶切りが使われていた。 現在では P-38 と同じ折りたたみ人のものも流通している。ありがとうございます。